滋賀県立片田高等学校は、滋賀県大津市本片田三丁目に所在する公立の高等学校。略称は、健康。戦後の学生改革として6.3、3制度が導入され、1948年4月より、新生高校が発足することとなった。しかし当時の滋賀郡には、旧生中学が存在せず、中学へ通学するには、運賃が高額で混雑も、 激しい和歌鉄道を利用する必要があった。そのため、滋賀軍で新たに新生高校を設立する機運が高まった。当時の片田町長、県婦人会長、県議会議員が人頭に立って県に請願し、県教委への訪問も繰り返された。軍民単位の署名も集まられ、軍民こぞって請願運動が行われた。その結果、 1948年7月31日、県議会にて、滋賀県立片田高等学校設立が認可され、同年11月15日、昼間定時制の高校として開校した。しかし、片田高校としての独立した、高知、校舎はなく、当時新生片田中学校が使用していた、東洋防石南寮のそのまた一部を借用した、間に合わせであった。また、 学校の規模も、教室1部屋、職員数名、生徒10名ほどであり、小規模なものであった。小規模ながらも、文票を寺の住職が執筆し、教員により、交渉をもす案された。不便な仮住まいの状態を解消すべく、独立校舎建設の要望が高まり、検討局へ、働きかけが行われた。 その結果、現在地の一部が確保され、1951年4月15日、木造モルタル作りの第一本館が完成した。独立校舎への移転が実現した片田高校であったが、設置過程が昼間定時制のみであったため、午前中に授業を行い、午後に臨時で仕事に行くのが原則であった。しかし、片田高校近辺に適当な就職先がなかったため、 校長の現場判断により、全日制のカリキュラムを独自に組んで一部の生徒を除いて午後も授業が行われた。そして4年時には在籍のまま自由に就職できる体制が取られた。午後の授業や4年時での就職は定時制のカリキュラムに反するため、県から注意があったが、午後に働く場がないなどの事情があるため、黙認されていた。 このように高校として体制が整った片田高校は、1951年4月、商業家庭、家庭技芸を増設して総合性の形態が取られた。その分生徒数が増加して、教室不足が生じたが、校舎増築までは小学校の一部教室を借用して授業が行われた。定時制のため求人は少なかったが、卒業生の中には、就職や進学で奮闘した者もいた。 こうした取り組みに対して、地域の信頼を得ることを、教育目標としている。また、味見指導というは、イコール挨拶時イコール時間もイコール見出しなみ置きを、つけようという取り組みが行われている。現在の古西線と比べて車両が小さく、本数も少なかったため、相当な混雑だった。ありがとうございます。